色鉛筆で描く雨だれその1です。今回は八つ切り画用紙の4分の1サイズの紙を使いました。型紙にするいらない紙を半分に折って、そこに雨だれを描きます。真ん中の折り目に沿って描いていきます。最後は大きめに描きましょう。これを半分に折って切っていきます。ザラザラした面に先ほどの型紙を広げておきます。色鉛筆でこの穴の開いている部分に色をつけていきます。外から中へ、外から中へと塗っていくと綺麗な形に仕上がります。青系の色を何色か重ねながら塗っていきます。光っているように見えるように白い部分を少し残しましょう。一つできたら位置をずらして、色や濃さを変えながらどんどん描き足していきます。最後に縁取りをしたり、色の薄いところを描き足したりして出来上がりです。型紙や色、塗り方を変えると違った感じの雨だれができます。動画はその1からその4まで用意しています。どうぞご覧ください。